すげえな。ここ本当に俺たちのいた世界とは違うんだよな。ライザさんたちはそう言っていましたが、何がどう違うのか見た限りでは分かりませんね。パティは来たことはあるんだろ？いえ、話では何度も伺っていましたが、私も前回は門をくぐってはいなかったので。お二人と同じで異界は初めてなんです。ただ聞いていた話とは印象が違いますが。私たちもここに来た時は驚いたよ。こんなに綺麗な異界見たことなかったから。私もだ。だが勘違いしないでほしい。本当の異界の美しさはこんなものじゃない。マジか。じゃあ今からその綺麗な場所をみんなで見に行ってみないか。いや、見せたいのは山々だが、今の異界には。見たことがないというのならば見せてやろう、我らが世界オーリムの美しい光景を。何をバカな。中途半端なものを見せても恥をかくだけだぞ。我らは長命の王連族じゃろ。今さら恥の一つや二つ増えたところでどうとも思わん。そういうわけじゃから、ライザ、後ほど高原へ行ってみるとしよう。よし、もうすぐ目的地の高原じゃ。そろそろ教えてもらえないか。一体そこに何があるんだ。そろそろ到着じゃ。それまで我慢せ。なんだと。おお、すごいぞ。なんだこの場所。ここはこのウィンドルにおいて唯一フィルフサの汚染から逃れることに成功した場所でな。湧き水による池と我らが頻繁に警備を続けることで長いこと守っている。オーリム最後の楽園じゃよ。綺麗。この世界はもともとはこんな光景が広がっていたということですか。その通りじゃろ、リラよ。ああ、私のコナードルもこうだった。セリさんもよく話していました。異界の美しさを取り戻したいって。別の世界に行ってでも取り戻したいと思えるほどの美しさ。自分の目で見てようやくわかりました。ああ、カラさん、ちょっと見て回ってもいい？もちろんじゃ。好きに見て好きに過ごし、ここの美しさを脳裏に焼き付けるとよい。聞いていなかったぞ。ここまで美しい世界だったとはな。この美しさを的確に表現する言葉を私は持ち合わせていない。だろうな。私も持てる言葉すべてを紡いだとしても自信はないな。なあ、アンペル、コナードルも私の故郷も、またこの美しさを取り戻すことができるだろうか。楽観的な気持ちで答えられる質問ではないな。だがお前がその思いを持ち続ける限り、私は常にお前の隣にいるだろう。本当の異界はこんなに綺麗な場所だったんだな。戻ってほしいな、昔の異界に。狂気の源泉か。あと何台くらいあると思う？数台と思いたいところだが、無数に存在すると考えておいた方がいいかもしれん。同感じゃ。神代の民は
己の技術力を徹底的に使って磨いて消化させる者たちじゃった。数台程度で満足はせんだろうって。全部見つける方法探さなくちゃ。それで一台残らず止めれば異界もきっと。そこまでお主に求めてはおらぬよ。ライザはいい子じゃからな。多分神代の民の行いに対して責任を感じておるのじゃろ。だが生まれた時代もつながりもないお主には何の責もない。カライデアスの言う通りだ。これは異界に住む我らオーレン族が解決するべき問題だ。協力は嬉しく思うが抱え込む必要はない。それだけは忘れないでほしい。どこに行きますか。どうしたらいいんだろう。狂気の源泉のことを考えているのか。リラさんにカラさんまで。気にするなと言ったところで無駄だと思ってな。やはり予想的中だったか。それで考えはまとまったのか。狂気の源泉をどうにかするためには神代の技術について調べる必要があると思うの。けど狂気の暗窟にあったのは爆発しちゃったし。クリント王国時代の兵器ですら探すのが難しいのに神代ともなるとさらに難度が。なんじゃ、そんなものなら腐るほどあるぞ。な、何？あるのか神代の時代の機械が。先の奴らとの戦の後この地には奴らの兵器が大量に残されておってな。それらを集めてまとめて処分した谷がある。そんなもので良いのなら。ぜひ。それどこの谷？ここから歩いていける？ああ、そう遠くない。奈落の谷と呼ばれる場所じゃ。奈落の谷ね。わかりました。準備できたら行ってみよう。あれほど求めていない。抱え込むなと言うたのに人の話を聞かんやつじゃな。異界にも比較的正常な場所が残っている。それが分かっただけでも希望が持てる。この辺いいものがありそう。ちょっと見ていかない。そうだ、見えてきた。あの谷がそうかな。これはすごいな。どれだけの数の兵器が積み上げられているのだ。すごい、全然壊れてなさそうなものもある。残骸だけでなく放置されていたものもまとめてここに投げ入れたのでな。状態は申し分ないし、こんなにたくさんあるのも嬉しいけど、どうやって持って帰ろう。苦労して持ち帰って調べて役に立たなかった時にまたここへ戻ってくるのは楽でもないしな。ならばうちの若い衆に手伝わせよう。神代の機械を扱うことはできなくとも谷底から回収するくらいは問題ない。早急に回収用の天幕を立てるよう言っておく。代わりに回収してくれるなんて本当ありがたいな。どこかで休んでからもう一度来てみようかな。今はやめておこう。他にやることがある。そこ！こんなに大勢が手伝ってくれてるの？神代の兵器について話したところ、奴らとの戦を経験したことのない若者の方が興味を持ったのでな。回収したものは向こうの天幕に集められておる。早速見てみるとよい。これはどうやら記憶装置みたいだね。この壊れた基板に情報が蓄積されてたみたいだ。
その小さな板に見たところ文字のようなものは彫り込まれていないようだが、そういう蓄積方法じゃなくって、どう説明すればいいのかな。詳しく説明せずともどれほどの情報がこの中に入っていたかが分かればよいのだ。壊れてはいるが基盤に残っていた情報で抜き出せそうなものを見つけた。今から出すぞ。出すってどうやって。これは一体どういうものなんだ。私たちにもわからないけど、これこの機械が書いた地図だよね。どうやら記録している情報を紙に出力できる装置のようだな。しかしこの地図は一体どこのものだ。何かを示す印がいくつも書かれているが、これはまさか。リラも気づいたということは間違いない。これはオーリムを描いた地図じゃな。ではこれは異界の地図だというのか。間違いない。その印の一つがついている場所周辺はかつて白河氏族の集落があった地形と同じだ。やはりか。わらわも総波氏族の集落と思わしき印を発見したところでな。どうやら神谷の民やオーレン族のことをいろいろ調べていたようだな。まさかこんなものを作っていたと。驚いて当然だよね。自分たちの知らないところで調べられてたんだから。いや、調べられていたことについては驚きはない。戦において相手を知るのは重要なことじゃからな。私たちが驚いているのはこの詳細な地図だ。オーレン族は基本的に自分が暮らす地域から離れることはないからな。これほど大規模でおまけに詳細な地図はどこの氏族も持っていないだろう。なるほど。つまりこれを見れば異界の詳細をつかむことができるってこと。神代の時代から更新されていない以上完全に一致していることはないと思うがな。これが私たちの世界。想像していたよりも広いな。話に聞いた海も描かれているではないか。それに海の向こうの大陸まで描かれているだと。神代と呼ばれる者たちの技術、驚くべき代物だが、なんとも興味深い。へえ、総波氏族の若い人たちって好奇心が強いみたいだね。好奇心を人生の友とせよ。永劫に等しき時を飽きることなく生きる術じゃ。なるほど。神代の民が作った地図を他の氏族にも共有するべきだというのじゃな。ふむ、氏族の年長者たちが良い顔をせんだろうが、技術も力も使い方次第じゃからな。はい、だからこそ彼らの技術を学び、オーリムに暮らす氏族たちにも普及できるようになりたいのです。全氏族とオーリムの未来を考えてのことか。うむ、わらわもお主たちの考えに賛成じゃ。新しい世代であるお主たちが決めたのじゃ。年長者たちも反対はせんだろう。感謝します。そこで異界より来訪した人間たちに協力をお願いしたいと思っているのです。私たちに。知っての通り、私たちは神代の技術を扱うだけの知識を持ち合わせていない。なので有識者であるお前たちに神代の技術を享受してもらえないかと思ってな。できることならそうしたいんだけど、今はそんな時間あるかな。それはライザの錬金術で解決できないことなのか。カラさんとリラさん、アンペルさんとタオが手伝ってくれるならどうにかなるかも。おお、さすがは良き錬金術師。方法があるというのなら喜んで力を貸すぞ。じゃあ決まりね。みんなに説明するから一度アトリエに行こう。どちらへ向かいますか。
オーレン族向けの基礎的な教本を作るか。確かに何度も読み返し確認できる方が良いからな。そこでまずは私が元となる教本を作って、それをタオとアンペルさんに監修してもらいたいんだ。で、初心者でも分かる内容になった時点でカラさんとリラさんに翻訳してもらう。これがオーレン族向け機械教本神代の章の作り方よ。初心者向けに監修か。分かった、それなら協力できそうだよ。よし、それじゃあ素材が集まり次第早速作り始めよう。この胸騒ぎ、杞憂で済めばいいのだが。入れる場所は、入れる場所は、入れる場所、材料は、よし、いけ、完成。みんなお疲れ様、無事教本が完成したよ。よかったよ、本当にね。神代の技術を分かりやすく説明するのがこれほど難しいことだったとは。わけのわからん専門用語ばかり翻訳させおって、どれだけ大変だったかわからない。さっさと渡してしまおう。しばらくその本は視界に入れたくない。思った以上にみんなボロボロね。じゃあ村の集会場に持っていこう。これで大丈夫ですか？これはなんと複雑な。申し訳ないが、文字と絵での説明ではそれが限界だ。それが最も分かりやすい形だと思ってほしい。実際に目の前で解説できたら一番いいんだけど。いや、ここまでしてもらえれば十分だ。ここから先は我々だけで理解してみせよう。1から10まで用意されたものだけに頼っていては学びにも成長にもならないからな。基盤、木の板のことか。硬いのがいいのか柔らかいのがいいのか。大丈夫かな。こうなるだろうと思い、木の板ではないという記述も加えておいた。さすがアンペルさん、みんなも次の本を書くときも頼りにしてるからね。絶対に驚かないだ。これを機にオーレン族からも技術者が出てくれたら嬉しいな。狂気の源泉、なるほど、そんなものがあるの。さすがに驚くかと思ったんだけど、キロさんは相変わらず冷静だね。驚いてはいる、同時に納得もした。私は精霊の力を操ることができる。だから周囲に漂う力の流れを感じられる。ここまでの道中、謎の大きな力がうごめいているのを何度か感じた。多分それだと思う。何度かだと？聖地からここまでの道中だけでも複数台があるってこと？今も感じている力が狂気の源泉のものだとしたら、おそらく間違いない。今もこの地の狂気の源泉は破壊したはずだが。なら違うのかもしれないけど、恐ろしく強大で禍々しい力が向こうの森の方から流れてきている。ふむ、異界の森か。あそこはかつて神代の民の施設があったと言われておる場所でな。フィルフサの巣ができたことにより放棄されたと聞いているが、
実際のところは不明じゃ。じゃあもしかしたらそこに2代目の狂気の源泉が。さあな、わらわもその施設がどこにあるのか、本当にあるのかすら知らんので何とも言えん。それにフィルフサの巣が今もある以上はまともに森を調べることもかなわん。つまり森を調べるためにはフィルフサの巣をどうにかしないといけないってことね。なんであれ何かあるのは間違いない。確かめに行かなければ。なんて数のフィルフサ。間違いない、ここがフィルフサの巣だよ。だが巣である以上は王種がいるはずだ。そいつを撃てば巣は崩壊する。わかった、王子を探して倒そう。わかりました。レイスが戦うことになります。そこよ、君は嫌な栄養面の前から逃げられる。風よ、力を貸してくれ。タイで押し切る。わかりました。エンドはいらないよ。止めろ。熱いのをあげる。そこだ。そこだ。風と私で切り裂く。癒しの力じゃ。どれにしようかな。いっけー。今の鍵が作れるかも。わかりました、ライザー。任せろ、ライザー。よし、今ならいけそう。さすがですね、ライザー。これを受けて平気でいられる。受け止めてみるか。それ、そこよ。中心が開ける。任せろ、ライザー。行くわ。あっ、あっ、あげる。抜かすよ。せい、せい、攻撃。剣の前から逃げられる。風よ、力を貸してくれ。これで決める。始めるよ。さあ、鍵の出番よ。新しい鍵を。よし、できた。どれにしようかな。いっけ。どうにか王子は倒したけど、全然フィルフサの数減ってないよね。さすがにすぐというわけにはいかないからな。だが放っておけばだんだんと減るのは間違いない。一度出直してこいつらがチリチリになって減るのを待った方が良いな。そうだね、戻って一回休みたいし。ま、この程度余裕よ。あ、フィルフサが少なくなってます。これなら巣の奥に進むことができるね。つってもフィルフサが完全にいなくなったわけじゃねえし、気をつけて進もうぜ。あった、本当にあったぞ。間違いない、神代の民の集落跡だ。まさかこんなところにあったと。狂気の源泉を探そう。もし本当にあるなら探し出して止めなくちゃ。異界って全体でどれくらいの広さがあるんだろう。誰も知らないのではないか。調べるものがおらんからな。異界には国とかがあるわけじゃないからな。
ヒロさんの勘大正解。まさか本当にこんな近くに二代目が。その悔しさは目の前のこいつにぶつけてやれ。異界の住民であるお前にはその権利がある。言われずともそのつもりじゃ。わらわを怒らせたこと後悔するがいい。今さら驚きもせん。いつも通りやるまでじゃいがさん。終わりです。それ分かりました。やめてめちゃくちゃない。ライザさん、お願いします。風よ、力を貸してくれ。始めるよ、大盤振る舞いよ。この様子がおかしい。全員警戒せよ。どれにしようかな。いっけー。よし、今ならいけそう。成長したな、ライザ。わかりました、ライザさん。幻を見ながら行くがいい。今なら影が作れるかも。これで降りない。こりゃいいです。私がライザ。受け止めてみるか。どれにしようかな。新しい鍵を。よし、できた。せい、始めるよ。いっけー。よし、こいつでとどめだ。待って、レント。そいつはもう動いてない。今動いてるのはそいつに取り付いてる機械、狂気の源泉の方だよ。爆発しそうな様子はないな。どうやら今回は機械自体を傷つけずに済んだようだ。でも狂気の源泉を止めるのが目的なんだろ。なら壊した方がいいんじゃないのか。これが最後の一台ならね。けど狂気の源泉は異界のあちこちにあるみたいだし、それなら狂気の源泉を無事なまま確保して構造を調べた方がいいと思うの。効率的な停止のさせ方とかわかるかもしれないしね。なるほど。しかし調べるためにはまずこの場所の安全を確保することが先だな。では集落で頼りになりそうな者たちを厳選し、この場所の安全を確保するよう命じておこう。一度帰ってしばらく経ってからまた来よう。その頃にはここも安全になっておるはずじゃ。どうにか止められたけど、こんなものがまだまだ異界のあちこちにあるなんて考えただけでも怖い話だよ。ライザ、あの森にあった大集落のことじゃが、ようやく安全の確保に成功したようじゃぞ。意外と早かったな。さすがは厳選された者たちなだけある。白河氏族に褒められたと知れば奴らも喜ぶじゃろうて。早速行って調べよう。すごい、フィルフサがいなくなってますよ。総橋族の皆さんが頑張ってくれたおかげですね。これで安心して狂気の源泉を調べることができそう。よかった。またよろしく。オーレン族の暮らしも本格的に調べてみたいんだけどな。気になるなら協力してやらんこともないぞ。また里の者たちに自分の仕事をしろと怒られるぞ。キロの言う通り、確かにどこからか恐ろしく巨大な力が流れ込んできておるな。え、カラさんも分かるの？霊域氏族の足元にも及びはせぬが、これだけ近づけば
力の色や流れくらいは見える。オーレン族はそういった目に見えない力を感じ取れる敏感さを持っているからな。じゃあリラさんも？まあな。だがこの膨大な力がどこから送られてきているのか、そこまではわからない。ここの狂気の源泉もどこかから動力が送られてきているんだ。それならやっぱりあった、あったよ。思った通り動力を受け止めている装置が。ここで受け止めた動力を狂気の源泉全体に流すことで動いてるみたいだ。ん？受け止めた動力が全体に流れる？うん。小さな機械がたくさん集まってできていて、動力を行き渡らせて全部を動かしてるみたいだよ。だとすると、もしかしたらどうにかなるかも。何か思いついたのか？うん、たくさんある機械を止める別の力を流す道具を作ろうと思って。その機械が動かなかったら行き場を失った大量の動力で自壊するはずだよ。良い考えではあるが、問題は装置を停止させるための動力をどう確保するかということだな。ふむ。その力というものがよくわからないのだが、それは魔力のようなものと思ってよいのか？まあある意味では魔力も動力ではあるが。ならば竜の祠に行ってみるがよい。凄まじい魔力を秘めし、竜の骨が埋葬してある場所じゃ。それを使えば狂気の源泉を止める道具を作れるのではないか？竜の骨。うん、強い魔力を持ってるならどうにかなるかも。竜の祠、それはどこにあるんだ？竜の山と呼ばれる場所じゃ。まあ今ではフィルフサの巣窟となっておるがな。簡単に手に入りはしなさそうね。でも少しでも可能性があるなら行ってみるまでだよ。私の考えが正しければ狂気の源泉を止められるはずなんだけど、とにかく竜の山に行ってみよう。安らかな眠りの邪魔をして申し訳ないが、少々お主らの力を貸してもらうぞ。それが竜の骨の一部じゃ。ここに埋葬されておる竜は人間の世界に戻ることができずに、この世界で命を落とした哀れな者たち。故に我らは少しでもこの者たちの慰めになればと、空のよく見えるこの場所に祠を作り埋葬したのじゃ。竜は走破氏族にとって特別な存在であるからな。本来骨を持ち出すことなど言語道断なのじゃが、この者たちの見る空や大地がこれ以上フィルフサに荒らされないようにするためじゃからな。少々力を借りたとて罰は当たらなかろう。絶対に失敗しない。ここに眠る竜に誓って成功させてみせる。頼もしいな。信じておるぞ、良き錬金術師。これがあれば狂気の源泉を止められるはず。急いでアトリエに戻ろう。なんだかとっても素敵なものになりそうだね。うん、カラさんたちにとって特別なものを使わせてもらうんだから、見た目も大切にしようと思ってね。だからちょっとだけ難しくなっちゃったけど、大丈夫、成功させるんだから。ライザなら成功するって信じてるよ。私たちもその竜もね。何作ろうかな。どこに入れよう。
入れる場所はどこに入れよう。よし、行け。できた。できた。狂気の源泉を止める道具、名付けて古流の宝石よ。おお、美しい。あの骨をよくぞここまで。これどうやって使うんだ。この宝石から機械を止める力が出てるから、持って狂気の源泉の近くに行けばいいだけだよ。近くに行くだけだと。それだけでいいのか。うん、それだけだよ。よくわからないけど、そんなことできるのか。そうな。だがライサができるというのなら本当にできるということだろう。なんであれ、試してみればわかる。狂気の源泉へ行ってみよう。竜の強い魔力が宿ったこの道具なら、大集落にある狂気の源泉も絶対止められるはず。じゃあ始めるね。危ないから下がってて。危ない？それを持って近づくだけでよかったのではないのか。わからんが、とりあえず従っておこう。この音、狂気の源泉からか。その幼女が、何やら不穏な空気が。危ない！みんな伏せろ！何が起こったのじゃ。大成功。狂気の源泉の装置を停止したから、送られてくる大量の動力が膨れ上がって大爆発したみたい。ライザ、これは少し危ないんじゃないか。今のはちょっと近すぎたかも。次の時はもう少し離れた方がいいかもね。今の見たか。ああ、手を触れることもなく狂気の源泉を自壊させる方法があったとは。さてと。良いのか。うん、本当は作った私がどうにかしなきゃって思いもしたんだけど、カラさんもリラさんも言ってたでしょ、異界のことはそこに住むオーレン族の問題だって。それに人間の私じゃ異界中を回るなんて現実的に無理だしさ。だからこれはオーレン族に持っていてほしいの。他の狂気の源泉が見つかった時のためにね。こんな見事なものを作っておいて今更な感じはあるがな。はい、そうですかって。全く気にかけないなんてことは私には無理だし。ライザが良き錬金術師と呼ばれるゆえん、よくわかった。ミオ、これは我らが友、良き錬金術師ライザから贈られし大いなる力じゃ。神代の民がこの地に残した狂気の源泉を止め、この地に平和をもたらす偉大な力じゃ。これは我ら総派氏族だけではない、オーリムに暮らす全てのオーレン族の宝じゃ。この宝と力の源である古の竜と良き錬金術師ライザに誓おう。幾年月がかかろうとも、必ずこの宝を用いてオーリムに真の平和を取り戻すと。必ずや、オーリムに平和を。良き錬金術師ライザの思いに報いるために。うん、信じてる。いつか絶対に異界を元の姿に戻してね。
敵よ。このせいでおしまい。終わりだ。とどめだ。このそりゃ。わかりました。ナイスを上げるよ。やらせる。終わりで今のいけそう。素晴らしいぞ、ライザ。ミカさん、わかりました、ライザさん。風よ、力を貸してくれ。今なら鍵が作れるかも。始めるよ。いっけー。よし、一匹やっつけた。始めるよ。いっけー。よし、今ならいけそう。わかりました、ライザさん。任せろ、ライザ。私のクラスウィンドルじゃ。気に入ってもらえたか。どんな素材も無駄にならないからね。どうかな。おぬしか、どうした、寝られんのか。うん、まあそんな感じかな。カラさんこそこんな夜更けに何を。わらわは周囲に不穏な気配がないか気を巡らしておる。安全に気を配るのは族長の務めでもあるでな。そうなんだ。でも昼も夜も起きてるわけ。寝ないで大丈夫なの。もともとオーレン族はそれほど睡眠を取らぬとも平気なのじゃ。周囲の様子を伺い、時に手すきであれば何かを作ったり自然の音を楽しんだりしておる。なんか意外だな。もっと年中ピリピリしてるのかと思ったよ。いつ何時であろうと油断はしておらんよ。じゃが空気が穏やかな時は心を休ませる。あの白髪の少女のような戦いが中心の士族のものであればまた違うのだろうがな。そうか、ピリピリしてる気がしたのはリラさんのイメージが強いからだ。オーレン族はもとより長寿な上、こうしてさほど睡眠もいらぬのでな。士族問わず皆とにかく時間だけはあふれるほど持っておる。ゆえに昔はそれこそ毎日何も変わり映えのしないのんびりとした生活をしていたものじゃ。今は周囲がこんなありさまじゃからな、そうのんびりとは構えておれぬがの。それでも時間を見つけやれることをやる。オーレン族の日々はそのようなものじゃよ。私もオーレン族のことはいろいろ詳しくなった気になってたけど、まだ知らないことだらけだな。ライザのアトリエ3、終わりの錬金術師と秘密の鍵。